時刻は深夜0時。長い対戦の幕が開けました。ホロメン全員描く。さて、この企画はいつ終わるのでしょうか。よろしければチャンネル登録をして見守ってください。一日力尽きるまで描きます。目標は1週間以内。ちなみにこのチビキャラ1組描くのにどれくらいかかるのでしょうか。なんと1時間ちょい。デジタルで描いているため目がやられてしまいます。よって申し訳ありませんが、字幕なしの動画になっております。はじめはホログラで私が大好きな水星列車、一番好きな動画です。水星列車だけじゃなくシシロンカートも可愛いんですよね。マリンバイクも出てきますね。 3D の船長の頭がボール感があってすごく触ってみたくなります。私だけでしょうか。そうこうしているうちに次のイラストに入りました。猿入りとわさまです。こちらは2日目で他のホロメンとセットになります。個人的にはショートカットのとわさまの方が好きです。脳筋体操の団長とアキロテさんです。アキロテさんといえばこの間の生誕祭拝見しましたが、完成度の高さに感動しました。これから気になってちょくちょく見始めるようになりました。あのトークと見た目、性格、声の裏に爆弾を抱えていて面白いです。このイラストなんですが、思ったよりうまくバランスが取れなくて後々修正をしまくっています。申し訳ないです。このお二人の組み合わせはどこでも見なくてちょっとセンスが悪かったかなと思うんですが、センスが悪いのはいつものことなので、よければアドバイスをください。そしてこちらですね、肌のハイライトをつけ忘れて後でつけ足すはめになります。続いてもホルグラからシシロンさんとポルカ達夫です。シシロンさんはこの間登録者数100万人突破なさったということでおめでとうございます。見てください、私の登録者数を。実に10万倍でございます。もはや涙も出ません。こちらポルカさんを描いて最後、何か足りないと思ったら目の周りのキラキラでした。これがあってこそポルカさんだなぁと今さら実感しました。さて、ナレーションが学校で無理やり書かされて感想文のようになってきたところでこの動画を終わります。この日は0時スタートということもあり4時間ちょいとなりました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。バイバイ。